ユーフェスはファイナルイン東京イエーイ、ジャスティス。はい、ということでついに最終公演になりましたが、はい、今回はね、ユーフェスの隣でやっているユーフェスプラスの会場に来ているんだよな。まあ、今回はそのね、ユーフェスプラスに出演する方々にちょっとインタビューをしていきたいなと思います。なるほど。まあ、でも、まあ、ただインタビューしてもね、つまんないので、はい、今回はゴキブリを使って、はい、その YouTuber さんたちにちょっとしたね、うん、ドッキリを仕掛けたいと思いまーす、はい、じゃあ頑張ってください。あ、ありがとうございます。あぁあすごい、もう声になる。吹かない吹かないで吹かないで。あちらにオルトラちゃん。あ、ダメダメダメ、ひげだけは、ひげだけは。あ、すごい、もう人気人気。あ、もう写真バシャ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 撮られてる。あ、はいはいはい。今日は頑張ってください。なんだなんだなんだ、頑張ってください頑張ってください頑張ってください。はい、じゃあ最後になんか、はい、なんか面白いことしてください。むちゃむちゃぶりがすごい。ちょっと緊張ほぐしとかないと、ね、はい、そうだ、じゃあ、はい、ギャグいく。ギャグあるんすか、あるんすか。UFFFS じゃあ、オルタチャンネルです。続いてフィッシャーズさんたちにインタビューしていきたいと思います。おー、まあね、あれ、レケタンさんちょっと緊張してません？緊張してますよ、なんかすごいなんかこうちょっと緊張して。なんで今あんま引いたの？頑張ってください。あ、なんですかこれ。あー緊張しました。余計に余計に、どうするんですか？それではご視聴ありがとうございました。フィッシャーズの人です。はい、ということで続いてはトミックさんなんですが、次トミックさんって聞いてたんですけど、ペンペンティッシュ、えトミックさん遅れてくるらしい。あ、そうなんだ。でもペンペンティッシュさんも多分緊張してると思うんで、はい、あ、じゃあちょっと拍手、よっちが緊張をほぐしてあげて。あ、ちょっと待って、ありがとうございます。食べちゃいましょうって感じですね。はい。ペペティッシュの方です。どうぞ。ペペティッシュさん。一日目のユーフェスプラスのインタビューは以上になります。今ね、講談社さんからドーナツをもらいました。まあ、油断しているうちにこのゴチちゃんを入れたドーナツを渡したらどんな反応をするのかやっていきたいと思います。あ、ちゃんとこれ洗ってありますんで。はいはいはい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いい感じ、いい感じ。あ、ほら、一見わかんない。ちょっとなんかさ、講談社さんからドーナツもらったから、なんかとろ、せっかくだから入れ、なんの顔。いや、まあ一応さ、差し入れだから感謝っていう感じの動画に。あ、感謝の。そう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 。講談社さんからお差し入れのドーナツをもらいました。いただきます。めっちゃ美味しそう。うん、うまっ。うん、ね、大変。あの、砂糖がけのだけなんだけど、それもめっちゃ美味しいんだよね。どうしたのやって。ちょっと待ってな、ゴキブリってこういう反応になるんだなって今ちょっと実感した。実感した。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕を呼ぼんですよ。僕です。昨日僕本当に学校に行く定期券と家の鍵とパソコンなくしました。え、じゃあほら、多分ちょっと緊張してると思うからさ。あ、じゃあ今日頑張ってください。じゃあちょっと向こう行きましょう。頑張ってください。手やったか。向こう行って、向こう行って。ちょっとびっくりした。もうすいません、本当に変な感じで見ちゃいました。皆さんこんにちは。トミさんもさ、それではまもなく開演となります。もうしばらくお待ちください。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。それではお呼びしましょう、水溜りボンドの皆さんでーす。はい、じゃあ次はアバンティージさんでーす。
です。はい、どうも、わせぜー。まあもうね、外の会場すごい広いって。すごかったですよ。これが僕たちの力。はい、人として出てみます。あ、そうか、かっこいい。で、これで会場がどんな反応するかちょっと見てみたい。多分、リコーさんがちょっと緊張してるみたいだからさ、ちょっと握手してもらって頑張ってください。もう一回やってきます。そう、もう一回やってきます。私やってきますが、頑張ってください。頑張ってください。新生、新生アバンティー凌介おーアバンティー。はい、どうも、アバンティーズの釣り目とソラチーとエイジとリコです。お、これ誰かが、あれ、あっちそっちよっちです。熱い、やべ、ちょっと前に出れませんでした。恐縮で。最後のインタビューはみこさんとりささんです。イエーイ。ちょっと緊張してないと思うんですけど、まあね、頑張ってください。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 大丈夫です、ゴキブリのおかげで。ああ、最高です。緊張してますか？大丈夫です。あの、咳だけがね、気になるところなので、みんなに体調、そうそう、体調、体調、あの、咳が止まらなくなったら、それね、去ります。ありがとうございます。こちらの会場なんですけど、行きます。せーの、ブンブン、ハロウィー中。あ、出た、うわブンブン、ついネクス。いかがでしょうか？はい、ちょっとよちいのね。あ、ごめんなさいね。はい、ちょっと管理で締める。はい、はい、ということで、ユーフェス皆さんの金は無事大成功、うん、イエーイ。はい、ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。ちょっと亜生さん、どうしたって、緊張してますか？緊張してるんですか？あのね、一番思ったのは、やべ、エッチョに握られたっていうのが一番大変。さっきよ、うぅっ、いい反応いただきました。ユーフェスプラスのボンボン TV ブースに来てくれた皆さん、ありがとうございました。うわー、まさにこんなにいっぱいみんなメッセージ書いてくれたんだね。すごいね。すごい、こんなとこも書いてあるね。おお、書いてくれた人はぜひメッセージを探してみてくださいね。それじゃあ皆さん、またねー。